民の光を身にまとった今、私は真の王としてクラウン王国を守り抜きますわ。この玉衣は民の願いが織りなしたものなのです。私の服がよく見えませんか？それはすべてあなたがそう思っているだけですわ。チャイムが言っていましたわ。これで私は真の王になったと。あなたの目にもそう映っておりますか？私の服が眩しい。それはあなたの心が光で満ちているからですわ。あなたの信頼と願いが私を真の王へと導いたのですわ。私は空の器に過ぎませんが、寂しくはありません。クラウン王国の民が私を輝かせるからです。待つことは構いません。あなたの思うままに行くのです。心配はいりません。私の光があなたのいた空間を埋めるでしょう。褒めて使わしましょう。クラウン王国の第二王宮が立派に発展しておりますわね。民がいるのであればどこへでも行きます。それが大地の上であろうと下であろうと。全長基地はいつ来ても楽しいですわ。ああ、そうです。全小基地でしたわね。もちろん、分かっておりましたわ。これがあなたの信頼の証なのですね。大切に使いますわ。あなたの尽力で輝きがさらに増しましたわ。民の信頼を得て、私はさらに前へと進みましたわ。またプレゼントをくださるのですね。言った通り、あなたは受け取るだけでよいのです。私はあなたの王なのですから。この玉衣のように輝くお気持ちです。ありがたく受け取りましょう。あなたの御心がクラウン王国の大きな資産となるでしょう。必ずそれを証明してみせますわ。なぜか最近あなたのことばかり考えてしまうのです。私の頭はどうしてしまったのでしょう。あなたもチャイムのようにずっと共にいてくださると良いのですが、難しいことは分かっております。あなたが特別な存在ということはもう認めざるを得ませんわね。民の呼ぶ声があればどこへでも。何事ですか？あなたの望み通りに動きましょう。危険ですわ。お下がりください。行きましょう。クラウン王国の威厳を示す時ですわ。見届けるのです、あなたの王の勝利を。民を守る王としてあなたの前に立ちましょう。もう一度参ります。私を頼りなげに見る必要はありませんわ。光を集め、また進みましょう。トロンベ、全速力で行きましょう。クラウン王国の光のもとにひざまずきなさい。私が先頭に立ちます。皆さん攻撃を。もうおしまいですか？これが民の信頼ですわ。ひざまずきなさい。少し休んでまいります。見たでしょ？あなたの王がもたらした勝利ですわ。